コロナで会社がやばそうだし年収も下がりそうだし貯金もなくどんどん金銭面が厳しくなってきました資格はないですが転職して今後もなくならない介護等に転職しようと考えています、えー、しばらくと合転するまで待つか転職するか今後うにはどちらだと思いますか、えっと、転職するのは全然賛成ですけども介護はやめた方がいいですよあの多分10年間体持たないと思いますよあのそのまあすげえがたいのいい女性であれば別ですけど基本的にはその介護って本当に体力仕事なんで あの腰言わせたりその肩こりとかになっちゃうともうあの苦痛なことを毎日続けて治らないってことになっちゃうん、ね、でまあ30だと肩こりとかまだわからないと思うんですけどあのなんか年取ると肩こりになるらしいんですよあの。僕も肩こりになったことないので実はわかんないんですけどなんかあの人は肩こりになって肩が痛くなるらしいんですよ。 な,な、なんだろうね。その、まあ、あの、欧米の方は割と筋肉が多いので、肩こりにならないのがあって、ただアジアの人で筋肉ない人多いので、肩こりになりやすいと。で、女性の方が筋肉が少ないので、より肩こりになりやすいと。っていうのがあるので、なんか肩こりの人の話を聞いている限りは、結構大変らしいんですよ、肩こりって。あと、腰痛の人にも聞いてみると、腰痛って結構大変らしいんですよね。なので、その肩こり腰痛率、めちゃくちゃ高いんですよ、あの、介護って。まあ、その、人間運ぶので、 あの途中で手滑らすわけにいかないじゃやその何かあのどうでもいいその何かあの配送所とかだったらあの落として段ボールがへこんでも「いやへこんじゃいました」とかって足で蹴ればいいんだけどあの人間なんで落としちゃいけないっていうので割とその火事場のバカ的力的な本当はこれ以上力出しちゃいけないところでも力出しちゃったりするんですよね人間。 そのせいいで余計体に負担がか,かっっってててしまうっていうのがあってでそのあそ肩こりだったり腰痛だったりで取り返しのつかないことになっちゃったりするので,なのでもしその飲食店が潰しきかないなっていうところを考えるまでは良いと思うんですよ。ただその転職先は介護ではなくて4050の人でも体を壊さなくてもやってる仕事っていうのを選んだ方がいいんじゃないかなと思います。